ピアノ初心者の挑戦感動レッスンプログラム2024に参加するカサコでございますけれども、練習11日目ということでございます。初回のリハまでなんと49日、本番まで110日ということです。で、現状この練習11日の成果ですけれども、これの、楽譜をですね、多分初め弾くのにこれ頭からいって15、6分かかってたんですけれども、昨日は、8分ぐらいで、その早ければいいってもんではないと思うんですけど、8分ぐらいで弾けるようになったっていう感じです。ちなみに、ピアノの先生が普通に弾くとこれ2分ぐらいで終わります。で、ピアノの先生が仮にゆっくり弾いてくれたのもあるんですよ。練習用に。ゆっくり弾いたとしても3分ぐらいなので、相当、読むのに手こずってる、動かすのに手こずってる、間違ってるってことがわかると思うんですけど、それでも、15分ぐらいかかってたのが、今8分ぐらいになってる。ゆっくり弾いて3分半ぐらいでちゃんと弾けるようになって、本番ぐらいまでにはこれをパッと2分ぐらいで弾けるようにならないといけないのかなということで、今回は11日目の練習の模様をお送りしていきたいと思います。
はい、ということで、これを弾くのに大体まあ7分かかっておりますけれども、しかも時々間違えながらということですけれども、これを間違いなく、まあ3分ぐらいで弾けるようにならないと間に合わないということで、初回まで、初回リハまであと49日ということでございます。できるのか。本番は8月の23日、横浜青葉台でワンコインで、有料公演ということで、私以外にも何組かで、私もピアノだけで出るんじゃなくて、私がピアノでボーカルの方がいますという形でやりますので、ぜひですね、ピアノ初心者の挑戦、横浜青葉台見に来ていただきたいなと思います。